盲部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時典214部首では122番目に置かれる。盲字は糸や縄を編んで作った長寿魚類を捕らえるための道具である網を意味し、盲字を呼び、盲字の処分である。説問開示は、覆うことを表す、べきと網目の象形である目々との解文字とする。盲は、盲に、音符。 もうを添えてできた後記事であるが、過借によって、ないといった、否定の意味などが生じ、そちらの意味が主に使われ出すと、本来の意味を表すための字として、糸編変をつけた、もうが生じた。もうは、構成要素である変貌としてのみ使われていたが、現在の中国においては、もうの簡体字として用いられている。変貌の意図としては、両具や魚具、かかることや捕まること。 法の網にかかることなどに関することを示す。懐書ではこれを、といった形に変形させており、このうち、の形が、最も多く使われる。天書では上と左右を囲っており、網に囚われている様子を醸し出しているが、は、上だけに置かれ、網の形を想像しにくい。また、は、目の変形と同型であり、は、穴の変形と同型となっている。毛ブは、 このようなイフを構成要素とする漢字を収めている。もう、ありがとうございます。